はい、どうも、はなちゃんです。今回はですね、僕が消防試験を受けるまでどのようにモチベーションをキープしてたのかについてお話ししていきたいと思います。で、今回僕が紹介する、モチベーションをキープするための方法を2つ紹介していきたいと思います。では早速1つ目です。1つ目なんですけども、僕は毎朝早起きをしてました。めちゃくちゃシンプルなんですけど、この早起きっていうのが僕は非常に重要だと思っていて、何時ぐらいに起きていたかっていうと、7時ぐらいに、毎朝7時に起きていて、そこからもう朝の方はですね、もうルーティン化してたんですね。で、平日とか土日はですね、学校の授業があったりとか、バイトがあったりするんで、ルーティン化することはなかなか難しかったんで、他に、ボランティアとかね、いろんなサークルとかにも参加していろんな活動をしてたので、ルーティン化するのは難しかったんですけど、ただね、朝の早い時間だけはルーティン化するのが簡単だったんです。なので、この朝の早起きによってルーティン化することを僕はお勧めします。で、僕が朝早起きをして具体的に何をしてたかというと、僕はですね、30分だけランニングをしてました。で、このランニングっていうのが、朝のですね、スタートダッシュを切るために僕はですね、やっていたルーティン化なんですね。学校はシラバスとかで、時間割自分で決めれるわけじゃないですか。で、僕そんな勉強好きじゃないんで、勉強しないって分かってたんですよ。僕勉強しないんで、基本的にはなんで、とりあえず学校に行かんとあかんと思ったんですよ。で、学校に行ってとりあえず何件か授業は受けて、気分転換、もう授業はもう、なんかその授業を受けたいんじゃなくて、気分転換にとりあえず受けようっていう感じで選択してました。で、それで学校にとりあえず行って、その隙間時間で図書館にこもって、消防のね、公務員試験、消防とか警察の公務員試験の、科目の勉強をしてたっていう形です。でですね、これが僕にとってはうまいこと、ぴったりハマってですね、毎日継続してすることができたので、これはぜひ皆さんにもおすすめです。次では2つ目です。2つ目はですね、僕はですね、252とか海猿っていう海上保安とか消防の映画を見てました。で、これは本当に僕の中ではめちゃくちゃいいんじゃないかなって思っていて、実際に僕もやってたので、で、ここでの、メリットとしては、やっぱりね、憧れである、そこを僕たちが、僕とかね、皆さんが目指している場所じゃないですか。目指しているところなんで。で、そういうところの、映画って、映画って、かっこよく綺麗に見せてるじゃないですか。憧れっていうのが、高まってきて、こうモチベーション上がって、俺もこういう風になりたいとか、こういう風に人命救助したい、かっこよくなりたい、モテたいとか、こうやっぱりモチベーションめちゃくちゃ上がってくるんですよ。僕はそのモチベーションっていうのが、僕単純な人間なんで、めちゃくちゃこうね、活性化されて、それによって継続して、勉強することであったりトレーニングすることにはつながってたんですけど、またここの、唯一のデメリットとしては、やっぱりね、時間を少し奪われてしまうということですね。海猿の映画とかも本当ね、リミットブラフとかもブレイブハーツとか、いろいろ海猿シリーズあるじゃないですか。ドラマ化もされてたので、で、めちゃくちゃ1時間とか2時間とかね、1話で1つの話で取られていくんですよね。なので、時間のロスはね、少しあるかもしれないんですけど、それをリカバリーしてくれる、カバーするぐらいモチベーションアップにつながるんじゃないかなって思ってます。っていうのもね、いろんな受験生がいて、いろんな合格者がいるわけじゃないですか。で、聞いていくと、僕は1年やりましたとか、10ヶ月やりましたとか、半年でいきましたとか、時によっては2ヶ月ぐらいで合格できましたっていう人もいるわけじゃないですか。実際いるんですよね。そこの違いっていうのは、やっぱり集中してどんだけやれたかとか、やっぱりモチベーションを保ってね、本当集中してどれだけそこの時間に費やせたかっていうところが僕は大事だと思います。っていうのもですね、僕も集中力がめちゃくちゃない方なんですよね。めちゃくちゃ集中力僕ないんですよ。なので、とりあえず勉強机には向かってるんですけど、勉強してないケース、頭に入ってないケースってめちゃくちゃあるんですよ。だから僕、不器用なんで、めちゃくちゃ勉強時間はかけてる方だとは思うんですけど、やっぱりね、そういう風に集中力があって、
2時間ガーって勉強してる人に、人と僕はまあ僕8時間とか勉強してるぐらいなんですけど、でも2時間勉強してる人に負けちゃうとか、まあ同等レベルぐらいになっちゃってしまってる、まあ、ケースもあると思うんですよね。なので、まあ、こういうケースも中にはあるので、本当に、まあ、モチベーションを保ってね、で頭切り替えて集中してやれる、まあ、短い短時間の方がやっぱり効率はいいと思いますんで、まあ、その辺もね含めてやっぱりモチベーションを保っていくこと、非常に、まあ、時間の使い方っていうのを非常にね大切だと思うんで、ぜひ今回の話を参考にしてみてください。では今回はこの辺で、まあ、今日の話を簡単にまとめておくと、今回はですね、僕が消防士の試験を受ける前にどのようにモチベーションキープをしているのかっていうお話をさせていただきました。でですね、まあ、モチベーションを上げる方法として一つ目が、とりあえずルーティンワークにする、朝のルーティンワークを作っていくっていうことが朝のスタートダッシュとして、まあ、大切だということをお話しさせていただいて、その他にはですね、まあ、週末、まあ、週1回ぐらいはですね、まあ、映画とかですね、もちろんこの YouTube とかに上がってる、まあ、消防の動画とかもあるんで、もちろん東京消防庁とかのね動画もありますんで、まあよかったらそれも見るとめちゃくちゃ、まあ、かっこよく見せてるんでモチベーションは上がると思うんで、まあ、概要欄にちょっとリンクは貼っておきますんで、そこもちょっと覗いてみるとモチベーション上がるはずです。ということで、消防士になるためにやっぱりそのためにはまず試験を受からないといけないんですよね。そこでやっぱり試験勉強、ね、学力がねやっぱり必要になってくるんで、そこでやっぱりモチベーション、まあ正直、まあ、体育会系の方、まあ、多分多いと思うんですよね。体力面の方はみんなやっぱり好きな方多いと思うんで、まあ、ランニングしたり筋トレしたりっていうのは、まあ、モチベーションとかも関係なくやれてたと思うんですけど、もしモチベーション下がっている方がいたらね、まあちょっと参考に、僕が今回話したことを参考にちょっとしてもらえればモチベーションアップにつながるかなと思います。ということで、今回もご視聴ありがとうございました。でいつもご覧いただきありがとうございます。でもしよろしければですね、また何か聞きたいことあればコメントにいただければ、コメントでも返していきますし、また動画でね皆さんに共有できれば共有もしていきたいと思います。ではまたよろしくお願いします。またお会いしましょう。バイバイ。